こんにちは、まーです、シンクロニクルやっていきたいと思います。はい、ということでついにねリリースされました。いやー、もうね私の方でもねすでにあの生配信の方でねちょっと最初からだいたい1時間ぐらいプレイさせてもらったんですけども、本当にもうストーリーが面白いし、グラフィックもいいし、絵もいいし、こう引き込まれるっていうか、本当にこうハラハラドキドキするような、いや本当に面白いです。なんかこれがソシャゲなのか今の時代っていう、クオリティ、今クオリティって言うとしたらクロニクルっていう言おうとしちゃったんだけど、いや本当にすごいですね、本当に、うん、感動してます、すごい。はい、で今日はですね、まだね私もねちょっとあの序盤のプレイでねそんなに進んでないんですけども、リセマラのねやり方をちょっと解説していこうかなと思います。ただあの個人的には私はリセマラをしない派なので、あのリセマラはねせずにガンガンストーリー進めていきたいなっていうふうには思ってるんですけど、一応ねやり方だけちょっと動画にしようかなと思って、こういう動画撮ってみたかったんですよはい、ということでねやっていきましょう。まあ、これ本当にあの今インストールしたばっかの画面ですね。はい、で同意して、進んでいきます。はい、でちょっとねダウンロード入ります。でね、ここはちょっとあの皆さんに見てほしいので、あのね画面押したらねスキップって右上に出るので、これでスキップできます。ただこのね、結局ダウンロードが入ってるので、初めてね、インストールして、あの、ムービー見たいよって方は、ぜひ、あそこの画面で見たらいいのかなと思いますし、あの、タイトル画面で、あの、上の方にね、一括ダウンロードっていうのもあるので、リセマラ前提ならね、それでしても、これでしても一緒かなって感じはするので、こうやって進んじゃっていいかなと思います。で、ムービーは見たかったら見るって感じで。あの結構ねこのダウンロードもね早いんですよね。もっとかかるかなと思ったんだけど、ただ私の Wi-Fi の環境ってあんまり早くないから、それでもこの速さなので、あの何みんなのねもしいい環境であれば全然すぐに終わっちゃうんじゃないかなと思います。すごいグラフィックでね、データ量半端なそうなんだけどね、なんか充電の減りやばそうだなって個人的には心配だけど。はい、ということでダウンロードが終わりました。でこっからまた物語入っていくんですけど、これ右上にね点点点で出てるでしょ、これでねスキップできます。でこのストーリーをスキップしてもよろしいですか、すべてスキップ、選択肢までスキップってあるのですべてスキップ押しちゃいましょう。戦闘開始だ。したらまずねこの最初のね戦闘のねチュートリアルが入ります。でねこれはねスキップできないから、まあ、ちょっと連打だね。はい、で今度はこの人に従ってやっていきます。まあただこう言われたとこを押してればね、あのすぐあの隊長が片付けてくれるので、はい、もちろんね初めての時はねあのチュートリアルしっかり見てやった方がいいかなとは思いますけどね、あの1回だけチュートリアル見て、もうそれ以降はガガガガってやっていくのはありなのかなと。でどんどんスキップしちゃいます。最初の選択肢っていうのはねどれを選んでもねさほど変わらないかなと思うので、はい、どんどんこうねスキップが出たらスキップしていきましょう。ここはね変わらないんだよね。ただこのグラフィックが本当にすごい。でまたスキップ押していきます。ここは見せたいとこなんだろうね、きっと運営さんとしてもこの 3D の視点がまたすごいもんな。でまたスキップします。でまたストーリーじゃなくてごめんなさい、戦闘に入ります。でまたねこのねチュートリアルみたいのが入るので、ちょっとそのね指示に従ってこの人をタッチして、人じゃないですね、はい、やっつけていきます。結構ねあの思ってたよりこのなんだろうなバトルのサクサク感がいいなと個人的には
思いました。意外とこの何肌感、肌感って何、もう触った感じがすごいいいし、このグラフィック本当に綺麗じゃない、もうそれしか言ってないんだけど、いや本当にすごいなと思ってさ、うん、でまたスキップを押します。よし、ムービーもスキップでね、こういうとこはねちょっとスキップできないので、こうやって出てきたらスキップって感じで、これはねもうオートランにしちゃったらいいと思います。ちょっとね今この瀕死の状態で彼歩いてるので、ちょっともっと早く歩けよって思うかもしれないけど、難しいんだよねこれ以上は。でまたスキップをします。でまた出たらスキップ、とにかく出たらスキップ。でこういうとこはあの温かい心で見守る。ある程度進んだらねイベントっていうか入るので、すごいなんかちょっとニーヤっぽい感じもあるよね。私だけかな、なんかこのちょっとなんだろうな、闇な感じっていうかダークな感じっていうのかな、うん、ダークも闇も一緒で。はい、またスキップ、よいしょ、はい、同じことの繰り返しです。とにかくスキップ、はい、でまたオートラン、このオートランはね普段のクエストでもすごい便利かなとは思いますね。はい、スキップ、戦闘開始だ。はい、でボス戦入ります。はい、でこの会話をちょっと聞いて、言われた通り蹴散らしていきます。はい、でこれでオーバードライブのちょっとあの必殺技のねチュートリアルが入ります。はいはいはい、これを連打していきます。ここのねスキル連打するときなんだっけ、スキルっていうかこの通常攻撃連打するときなんかねちょっとなんていうの、ダダダダダって押すんじゃなくて、ちょっと間隔を空けて押した方がなんかスムーズにいくかなっていう印象ですね。でここで必殺技溜まったよっていうのが言われるので押します。でこれもスキップできます。皆さんの目で見てくださいこれはねなかなか素晴らしいグラフィックでした本当に。はい、で基本これね右上にこういうなんか早送りみたいなのが出るので、もうスキップしちゃって、でこの右上のもね一回あの点々の点のとこ押してたら今みたいにスキップとかって出てくれるので、とにかくスキップしてきます。もう最速スキップ、名前はこれ後で変えれるんですよね、なのでこのまま行きましょう。はい、で来ました酒場向こうかなと、ここでやっとガチャを引かせてくれるんですが、これはですねもうね決まってます、固定です。スキップしますよ。おいおい大丈夫なんだろうな、でも連打してれば早くなると思えばそうじゃないんですよね早く、あんまり早くない、ちょっと気持ちちょっと早いかな。そう、ここはね固定なんですよね、だからここではねリセマラはできません。はい、ということで2人が加入しました。スキップします。はい、でパーティーに2人を入れようと言われます。パーティーのチュートリアルですね。はい、なのでここは指示に従ってで、リオンとビスケだったかな、入れていきましょう。はい、でこれ入れ替えもできるよということですね。はい、で準備完了と言われて、ここでダウンロードがまたちょっと入ります。でもねここのダウンロードもねさほど長くなかったので、まあこうやってちょっとね画面タップしながら
あ、こんな人もいるんだっていうのをね、楽しむのも。まあ全然放置でいいんですけどね。ただ最初のダウンロードよりここは全然早いので、スムーズにいくんじゃないかなと思います。なんか音楽も綺麗だし、絵も綺麗だし、ストーリーとかも本当にね、フルボイスなんですよね。いやー、なかなかもうベータ版からのクオリティアップは半端じゃないんじゃないかなって思いますね。で、喋ってる間にダウンロードが完了しまして、ログも受け取れます。これ右上でここもスキップできちゃうので、どんどん右上を連打してログももらっていきましょう。はい。で、ここでお知らせが出て、閉じたらですね、さあ行くよと、出発するよと言われて、ここを押せよと言われます。押します。で、このように NEXT と出るんですが、左上、矢印で戻れますので、ここでこのプレゼントを受け取って、酒場に行って、で、これ、チケットね、1枚持ってるので、これと、ここのね、ガチャで、10回はね、ちょっとね、引けないので、この1回ので引くって感じかな。800個しかね、もらえないので、最初のでね。なので、この1回引くで、リセマラしていくっていう感じですね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。だいぶ早口で喋っちゃったんだけど、まあ、10分かかるかかかんないかぐらいでできるんじゃないかなと思います。はい。なので、ちょっとこのような形で紹介させていただきました。はい。ということでね、本日はちょっと最速のね、リセマラの方法っていうのをね、動画にしてみました。よければね、皆さんの参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは、シンクロニクルの生配信だったりとか、いろいろね、動画上げていこうと思ってるので、今後もよければ見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、よければチャンネル登録と Twitter のフォロー、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。